久保さん深いですね <laughs> いや本当その通りですよね。あの,あの論理ロジックまあ人間がパソコンだったら正論ロジック正論のロジック正論のアルゴリズムでいけたのかもしれないですけど人間っていうのは感情もあり思考もあり何だろうな,な泣くしわめくし怒るし笑うしめんどくさいんですよね。 <laughs> だから正論だけじゃ通らない部分があるっていうのはそれは人間なんでしょうね。で久保さんの言うとおりその人間が大多数を占めてるってことですよね。うん。だからね僕はいろいろ勉強していく上で、まあ、人間ほどめんどくさい生き物はないなっていうのはすごく、まあ、最終的に行き着いたのは人間めんどくさいですね。<laughs> 人間ってめんどくせえなみたいな。だからお客さんの対応してて まあこれ言うべきことじゃないんですけど、まあ言いましょうか。あの、お客さんがめんどくさいというよりか人間がめんどくさいってことですよね。要はマーク。だ堀江さんもその局地に行ってると思うんですよね。そんなの聞いて意味あんのと。人間って悩むの好きだね。みたいなね。<laughs> だからちょっとロボット化してるっていう。だ極,極限まで行くと人間を捨てるというかね。人間であると、まあ、間密は人間だものでまとめましたけども、 極限行くと人間をこう捨てていくっていうとこなのかなっていう。<laughs> でもそれは人間なのかっていう話で。全てに意味がない。なんかなんだろうな。何の意味もない。何の感情も任さない。何も何もないみたいな。な,なんかね。俺もい、俺も意味がない。んも、地球も意味もない。全部意味もない。んも意味もない。そう。呼吸してる意味もない。 何だろうな。何も思考しない。何すかね、うん。それだとどうなんだろうみたいな。人間じゃなくなってきますよね。うん。まあだからまあ難しいですよ。だからどこまで行くのかっていうね。まあ堀江さんも堀江さんの感情はあると思うんですよね。うめえとかね。うまいよとかね。だからその感情を使う場所とその,、うん、その感情を使わない切り離しが多分結構上なんでしょうね。 一般の人が考考ええることはもう考えない意味そんなこと考えても意味がないっていうその多分その思考する思考を動かすところが違うんでしょうねうんまあでもそれも人それぞれですからねうんただ人間はめんどくさいです言ってらっしゃい